今日はこちら聖書の真実性というブログを見て、現代科学の説明が正しいのか類推してみましょう。ちなみにこのブログは2019年1月を最後に更新が止まってますね。何か圧力でもかかったんでしょうか。まあそれはさておき、早速見てみましょう。ちょめちょめ作ほにゃらら科学を紹介いたしますなんてね。では記事を読んでみましょう。そもそも水はその水面が平らとなり、水面が曲がることはありません。あ、まあこういうことでしょう。水を入れている容器の大きさには左右されません。それで海面はどこまでも平らであり、それを入れている大地は球体ではありえず、やはり平らです。つってこう言い切っちゃってます。この図で説明しますと、こういうことでしょうか。つまりこのような容器に水を入れると、当然水面は平ら。もちろんこういった底が湾曲になっていても表面は平らになる。当然そうですね。水は底がこのように湾曲になっているからといって水面までもこのようになるなんてことは当然ありえませんよね。ということでしょうか。まあこのような球体説を唱える方の主張としては、まあこれは重力だ、重力によるものだということなのでしょうか。重力によって引っ張られているとした場合、どうでしょう。これだけの水量を円形にするほど引きつける重力って相当なパワーですね。しかも確か地球は時速約1700キロで自転してるんでしたっけ。これはピストルの弾丸ほどの速さです。相当な速さですよね。そんなスピードで回転してるなんて全く実感できないんですが、さらに地球は自転しながら太陽の周りを公転しているらしい。なんとその公転の速度は時速約10万8000キロ。これは魚影でしょ、さすがに。相当な遠心力がかかると思うんですけども。これほどの水量、そしてあれほどの遠心力を引きつける重力って、どんだけすごいねんと思うのは私だけでしょうか。そんな強烈な重力が働いていたとしたら、おそらく地球上に存在するものは誰しも全く動けないでしょうね、と私なんかは思ってしまいます。皆さんはいかがでしょうか。ということで最後はおまけ画像を見てみんなで考えましょう。こちらは毎日新聞の映像です。去年の5月のニュースですね。コウノトリ9号機打ち上げ成功、種子島宇宙センターから ISS へ。 ISS とは国際宇宙ステーションのことですね。つまり宇宙に向けて打ち上げたことになっています。あれ、この奇跡で宇宙まで行けます？これなんか横に飛んでってますね。ちょっと打ち上げから見てみましょうか。ああ、この時はまだもう上、真上を向いてます。そして打ち上げ、このまままっすぐ上に向かっていけば宇宙に行けるんでしょう、きっと。あ、発射しました。
そしてあれ？なんかもうすでに真上に向かってないような気がしますが、私の目がおかしいんでしょうか。そしてこれが奇跡。もうちょっと拡大して、やっぱこうなっちゃうんですね。なんかその辺に落ちてません？この辺に。まあいいか。